はいどうもコミです。さて本日はこちら TH コンプリーターさんから動画をお届けしたいというふうに思います。で本日のテーマはですね、ドラゴン編成の中でも花火と呼ばれる編成に関して見ていきたいというふうに思っています。でこの花火っていうのは突撃艦の中にスーパーガーゴイルを入れて、でそこにクローン、レイジ、インビジブルをかけてどんどんこう増やしながら、無敵状態とか、まあなんていうのかな、ダメージ、ターゲット受けない状態で、周辺の防衛を全部壊していくと、まあいう戦術で、スーパーガーゴイルが攻撃する様が花火に似てるんで、花火とね、いう名前がついてるんですけども、これを使ってらっしゃる方に対して、またはこれから使おうとされてる方に対して、突撃艦どこに落としたらいいの問題、これを今日はね、ちょっと中心に見ていこうと思います。これ、ね、実はめっちゃ重要で、落とす場所1個で全然結果が変わってくるんで、ちょっとね、注目してみてほしいというふうに思います。で、まず見てほしいのは、今日合計4本あるんですが、2本は、成功例ですね。2本は、ちょっと失敗しちゃってる例っていうのも、まあ、この突撃艦の場所に限らずなんですけども、見ていこうと思っています。2本成功、2本失敗ですね。最近ちょっとね、T コンさんがだいぶ強いので、パッチ戦ばっかで、その失敗例がなかなかね、見つけられないぐらいだったんですけども、あとちょっと待って、この順番的に先に、こちらから見てもらおうかな。ですね、こちらですね。K さんのアタックから見てほしいなというふうに思うんですが、まずこれ、突撃艦を落とす場所、ざっくり言うと、ここですね、ここ。まずはエアスイーパー、これですね、をライトニングで落としていって、タウンホール方面にドラゴンたちを進めていくんですが、このドラゴンたちがエアスイに吹かれないようにね、このエアスイーパーを壊していって、この処理うまいですね。ロケットバルーンを当てていきながら、ドラゴンライダーで、マルチインフェルノまで壊していこうというプランニングですね。で、こういうね、壁際にある対空砲なんかも、ロケバル2個で確定で壊せるんですね、こういうの。なんで、そこにしっかりとロケバルを当てていくっていうね、K さんの、ちゃんと配置を見た攻め方がうまいですね。で、さらにロケットバルーン追加しながら、サイドカットをだいぶ丁寧にしていますが、これね、ちょっとどうなんだろう。やった方がいいのかもしれない。僕、ここまでやんないですけど、見てるとね、かなりこのサイドカットが効いてる感はありますね。で、ここですね。ドラゴンたちをなるべく広めに出します。この広めに出すの大事ですね。広めに出して、トームにかかっている間になるべくドラゴンが多くの施設をたげってくれる。まあ、そんな形を狙っていくのと、突撃艦来ました。これですね、注目です。この突撃艦が、まあ、一旦ここでトルネにかかっちゃって、ちょっと足踏みしちゃうんですけども、トームがまだ効いてるんでね、落とされないまま、タウンホールの方に近づいていきます。で、落とす場所注目。ここなんですね、ここ。わかりますかね、ここ。タウンホールの大体3マスぐらい手前。3マスぐらい手前に落としていくと、結構いい感じで、こう、タウンホール確定破壊してくれます。で、これぐらいの距離にあると、に落とすと、まあ、仮にここにトルネートドラップがあっても、スーパーガーゴイルが全部、タウンホール含めて周りのね、主力の防衛を落としてくれる場所になるので、ここで破裂させるっていうのがめちゃくちゃキーです。めちゃくちゃキー。で、これ手前になっちゃうとどうなるかっていうと、破壊しきれないんですね。ここに落としちゃった場合って、タウンホールがそのまま残っちゃったりするわけですよ。で、そうなるとね、もう地獄なんですね。この戦術って、タウンホールをそのスーパーガーゴイルで、ほぼほぼノーリスクで壊せるっていうところに、強みがあるんで、必ずタウンホールは壊していった方がいいと僕は思います。で、それをするために今の場所に落とす。これがめちゃくちゃ重要というね、ことを、本日お伝えしたいんですが、これだけではないんですね。もうちょっと手前に落とした場合じゃどうなるのかっていうことと、落とした場合のリカバリーっていうのもね、含めてちょっと見ていこうというふうに思うんですが、まずね、1本目はナイフからですね。これは綺麗でしたね。ドラゴンもちょっと結構やられちゃってるように見えますが、まあ、序盤にロケットバルーンでね、ユニット枠を抑えてるので、そういうことになっているだけで、まあ、ロケバル10体結構重かったかもしれないですね。この部分をドラゴンとかドラゴンライダーにもう少し1、2体回せば、主力部隊の伸びが全然違ったのかもしれませんが、まあ、サイドカットとどっちを優先するかっていうトレードオフなんでね、そこは、結果、前回までいってるので、まあ、いいのかなというふうな気もします。ちょっとなかなか判断難しいですよね。で、2本目はですね、ミラゴフさんのアタックを見ていきたいと思います。スピーダーさんですね。めちゃくちゃうまい方なんですけど、この方も。今回のアタックっていうのは、すごいシンプルにプラン組まれていて、ドラゴンをここにドバーっとね、広めに出していきます。で、こっちにキング・クイーンを出していきながら、キング・クイーンは9時方面に歩かせていきつつ、ドラゴンたちを直線的に進める。直線的にかな、進めていって、突撃艦をここで落とすんですね、ここで。注目してください。このババキンの台座の上で落とすんですよ。
肛門がかかった突撃感が進行していって、安いパーの影響も受けずにここで手動で落としていくんですね。で、インビジかけてレイジ、さらにクローン2発打ってパーがこう増やし、なおもインビジという形なんですけども、これね、タウンホールタゲってないの分かりますかね。クランジョーとか、あと、インフェルノとか、ね、この、エリクサータンクとかね、この辺にだいぶ、スーパーガーゴイルの攻撃が持っていかれてる感があると思います。で、タウンホール壊すくでも1体しかスパゴもいないんですね。はい。で、この距離感っていうのがめちゃ難しくて、今回、タウンホールをギリギリスパゴで落としたので、それがでかかったんですね。そうなると、ここ全部落としてることになるから、出てきたドラゴンっていうのが、こうね、スパガゴで壊した部分を回避するように回り込むんですね。大量に。で、大量に、この集団になって回り込むもんだから、火力がめちゃ高い集団なわけですよ、このドラゴン部隊って。で、圧倒的な攻撃力で防衛をなぎ倒していきながら、最後までユニットいっぱい残して全開という形になっていくんですけども、これ、あわやね、タウンホールが残った場合、おそらく逆にこうならないんですね。タウンホール周辺でユニットが一気にやられちゃう可能性もあるので、ここに関してはだいぶこの突撃感は攻めたなっていう感じですね。僕だったら多分この辺に落とすと思うなっていう感じがします。で、この奥側に落とせば落とすほど、タウンホールは壊しやすいんですが、ドラゴンたちっていうのが束になってこう反れるっていう動き、こういう動きをしにくくなるんですよね。まあ、当然奥に入っちゃえば入るほど奥側にこうユニットが向かっていっちゃうので、そこから取れる要素が増えるわけですね。ね、これは難しいんだけど、ミダゴグさんかなりここ攻めていて、まあ、星1リックが取れる野良戦だからおそらくやったんじゃないかなって思います。で、ビーズの呪文も持ってましたんでね、まあ、それらを使って、タウンホールが壊せなかった場合のケアなんかも考えながらやるんであれば、このくらいの場所に落とす必要、落とすこともできると思うんですけども、この場合にはもう確実にクローンの呪文2枚出ます。これ1枚にしちゃうと絶対にあの距離じゃ、タウンホールを落とせないんで、3マス手前ぐらいまで、ここですねぐらいまでにしておいた方がいいかなと思います。クローン2枚積むのか1枚にするのか、まあ、そこら辺で落とす場所っていうのは結構変わってくるっていうことですね。そこで2枚にする人はあのぐらい攻めても大丈夫なこともあります。ダメな場合もあります。すごく難しい。で、次ですね、見てもらいたいのは、これですね。ですね、失敗例に今度なっちゃうんですけども、K さんのアタック、もう一回ね、行ってみたいと思います。これ、11番ですね。で、これも失敗と言いながら全開してるんですけども、何がかっていうところなんですね。ちょっと見ていってほしい。これね、相手の防衛のレベルがそんな高くなかったんで、ドラゴンたちの進行がまだね、阻害されずなんとかなったっていうところがあったかもしれないんですけども、これおそらくね、レベルマックスのタウンホールとかそういうのに当たっちゃってた場合、全開いかなかったかもしれないなっていうケースですね。ただ序盤のカット相変わらずうまいですね。K さん、そうね、丁寧さがめちゃ冴えるので、この金庫を中心にしてチェーンをガツン刺していくんですね。もう一発ガツン刺して、マルチインフェルノまで狙っていこうっていう感じですね。これは強い。で、そのまま、ライトニングドラゴンで落とすのかな、ライトが落とされちゃうのかな、落とされちゃうけども、どうだこれ、ロケバルを一体当てていく、残っちゃいましたね。ドラゴンライダー当ててきましたね。これうまいですね、このケアで。これをしっかりカットすることによって残った、6時側の方面ですね、こっちに対してドラゴンの主力部隊を当てていくと、面で押していくっていう感じですね。で、グランドウォーデン当てながら突撃艦をこう投げていくっていう形になっていくわけなんですけども、キングクイーンは6時から9時方面のこの外周ですね。で、この突撃艦、今回インビジ2枚のクローン2枚なんですが、ですね、まずインビジ落として突撃艦落としますね。場所的には結構タウンホールに近いんですけども、ここでクランジョーとあとダクエリのタンクがあったり、相手のロイヤルチャンピオンに攻撃が当たっちゃってる関係で、これスーパーガーゴイルがギリギリタウンホール壊しきれないんですね。これね、個人的にはですけども、インビジブルの呪文ってこの距離感に関わらず3枚は必ず僕持っていった方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、2枚でもタウンホール落とせることって十分あるんですよ。あるんですが、2枚にしてしまうとですね、今ね、フリーズの呪文1枚ここに使ったんですよね。で、このフリーズって完全に、スーパーガーゴイルを延命させるための投石機に当てたフリーズなんですよ。でもこっちにフリーズがこうかかっていたとしても、タウンホールが機能しちゃっているので、
パーガーゴールにダメージを与えてきたんですね。でこのダメージでスパーガーゴールが落ちちゃったということになると、あんまりこのフリーズで生きてないわけじゃないですか。でそういう時にインビジブルであれば当然スパーガーゴール生き残ってタウンホールを壊してくれる。でインビジ3枚っていうのはレイジの、効果時間っていうのをフルに使える枚数なんですね。タイミングを合わせれば4枚でもインビジギリギリレイジの効果時間内機能を延長させることができるんですけども、まあ、という意味でレイジをどうせ使うんだったらインビジ3枚使ってそのレイジの範囲内にいるスーパーガーゴイルの破壊っていうのをより加速させた方が、戦果としては大きいのかなというのが個人的に思うところですね。でこれ、K さんのナイスリカバリーで、ロイヤルチャンピオンをね、1時側からこう投げ込んだんで、タウンホール壊せてましたけども、これもしロイちゃん序盤にもう使っちゃっていますよとかいうケースは、もうタウンホールのケアが効かなくなるっていうね、そういう場合もありますんで、特に、クラン対戦だったり、もう1回しか攻められない、そこから挽回が効かないよっていう場合、クラン対戦リーグかな。挽回が効かないよっていうような場面で使うのは少しリスキーかなと思います。インビジブルは3枚にしておいた方がいいですね、なるべく。で1枚余ったら別にロイちゃんに使うとかドラゴンライターに使うとか使い道はいろいろありますので、インビジって なるべくなら3枚、個人的にはおすすめ。でまあここから辺のね、やっぱねリカバリのうまさがこのクランのメンバーですよね。基本的にうまいでうまいのでね、なかなかこけるって方が見れないんですけども、こけたもの1本だけ見てもらうと、ミダゴブさんの回廊に対する、花火ですね。もうね、回廊かける花火って僕本当に苦手です。正直自分全く取れないって言ってもいいぐらいですね。で一応ね、回廊も取る方法ってあるんですよ。でそれを説明してくれてる YouTuber さんの動画なんかもあるんですけども、やっぱね真似してもうまくいかないですね。なかなか安定感がないっていうか、なんでかっていうと、これ突撃艦2杯、ここね、クローン、バルーン増えちゃったな、これだいぶバルーン増えたな、トルネに当たってバルーンがクローンの範囲内に残っちゃいましたね。でもまあちゃんとタウンホールはスーパーガーゴールで落として、これいい形に見えるじゃないですか。なんだけども、結局ね、このタウンホールの爆破ダメージの中に、こう、スパゴとかドラゴンライダーとか、ユニットが入っちゃうんですね。で、入っちゃう上に、後ろに投石機がこうね、構えてるわけなんですよ。で、こいつが、序盤の、訪問中のドラゴンだったり、スーパーガーゴイルの花火によって壊せない、ダメージ全く受けないんですね。で、こいつが、近づいてきたドラゴンたちっていうのをがっつりこうね、ほら狙ってくるわけですよ。これフリーズをね、これ際どいところで外しちゃいましたね。で投石にドラゴンがガンガンにこう落とされていくので、これね、基本的に回廊って投石2個を、同時に花火で処理するのって難しいケースが多いんですね。でそれをね、やっぱりやらざるを得ないような、ね、パターンに持ち込まれちゃうと前回まで伸びないっていうの、本当ね、そのパターン、僕もめちゃくちゃ多いです。なので、次の動画でもですね、こういう回廊に対してのドラゴンの、取り方っていうところを、めちゃくちゃ簡単な方法がね、あるので、それをお話ししたいというふうに思ってます。で、今回は、花火を撃つ場合の突撃艦の落とす場所、というところをね、中心にお話をさせていただきました。で、ですね、今回の話の中でお伝えした方、その落とす場所、あとはインビジの持っていく枚数だったりね、この辺っていうのは、突撃艦のスパガゴ編成をする上ではめちゃくちゃ、重要になってくるので、ぜひね、押さえておいてほしいなというところになります。で、次の動画ですね。では、ね、こういった回廊、すごくね、花火で取りにくいんですけども、これを取るための方法というね、観点でお話をしていきたいというふうに思いますので、ぜひね、この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録していただきながら、ぜひ、次の動画もご覧いただけたら嬉しいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。では、本日はこの辺で動画を終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。